マックス・ロレンツは、ドイツ出身のヘルデンテ・ノール歌手、マックス・ローレンツとも表記される。バイロイト音楽祭やベルリン、ドレスデンをはじめとするドイツ各地、ウィーン、コベントガーデン、メトロポリタン歌劇場、テアトロ・コロンなど、世界中で、ワーグナーをはじめとする、ドイツオペラ、ドイツ語圏内では、イタリアオペラのドラマティックな役柄の劇的な歌唱で、称賛された。 1901年にデュッセルドルフの精肉店の家庭に生まれる。音楽的な家庭環境ではなかったが、母親のサポートもあり、音楽の道を歩み始める。ケルンでマックス・パウリに支持し、1920年代にベルリンでエルンスとグレンゼーバックの下で学ぶが、あまり将来を嘱望される歌手とはみなされていなかった。1927年にドレスデンで、 タンホイザーのバルター・ホンデア・フォーゲル・バイデ役でデビューする。1929年からは、ベルリン国立歌劇場に所属し、同歌劇場の看板歌手となる。同年ウィーン国立歌劇場にもデビューし、以降1954年までの長い関係を築く。バイロイト音楽祭には、1933年から1954年まで参加し、ジーク・フリートをはじめとする。 ワーグナー作品の主役として出演した。1931年から1934年、1947年から1950年には、メトロポリタン歌劇場でも、ほぼすべてのワーグナーの主要テノール役を歌う。コベントガーデンでは、1934年と1937年に、エドワード8世の体感記念公演で、ライナー式のさまよえる。 オランダ人デーリックを歌っている。イタリアでも、ワーグナー演奏の伝統がある、ボローニャ私立歌劇場をはじめ、スカラザ、ローマ歌劇場、フィレンツェ5月音楽祭などに出演している。1950年代以降は、サロメのヘロデオ王など、性格テノールの役での出演が多くなり、1960年にドレスデンでのトリスタンで、 ワーグナー役に別れを告げ、1962年にウィーンでのヘロデオで引退する。以降は更新の指導に回り、1975年に亡くなった。ナチス被告下にあった戦前のバイロイト音楽祭の象徴的歌手であったが、1932年に結婚した妻のシャーロット・アップルがユダヤ人であったため、ナチスから活動に対する妨害をたびたび受けた。 当時のワーグナー家の当主であったビニ・フレート・ワーグナーは、バイロイト音楽祭に、ロレンツを起用しないでほしいとヒトラーから要請されたが、ロレンツ抜きでは、音楽祭が成立しないとして、これを拒否し、ロレンツはその後も1944年まで、バイロイト音楽祭に出演することとなった。情熱的な歌唱スタイルによって、ワーグナーの初役で活躍した。 ルートビヒズートハウスらと並んで20世紀前半を代表するヘルデンテノールだと考えられている。1920年代から1950年代後半まで多くの録音があるが最大の遺産は絶頂期となる戦前のものである。当時の世界最先端のテープ録音技術で残されたワルキューレ大一幕神々の黄昏抜粋 とリスタント・イゾルで全曲、リエンチバス・スイ、タンホイザー・バス・スイそれに、フルト・エングラー式による1943年のバイロイト音楽祭でのマイスター・ジンガーの実況録音などがある。ワーグナー以外では、リハルト・シュトラウスの80歳記念公演となる、1944年のベーム式のナクソス島のアリアドネでのバッカスの雄大で、英雄的な歌唱が印象的である。 ありがとうございます。